土屋さんは俳優としてももうすごいじゃないですそうですね、もう年数が、キャねリアがね、すずいごぶんい。やっぱり。なんかデビュー作は何ですか？幸せの黄色いハンカチハンカですチ。ね、もう一番どん底の時に、本当にもう拾ってもらうっていう感じで、山田洋次監督の作品へ。でもやっぱその時に、その芝居の世界の、なんて言いますかね、やっぱり。なんかこう勉強になりましたね。ああ、です最よ初にいい人に会いましたよ。ですよ主役は高ね。倉健さんいで、や、素晴らしい倍と賞思さんでしょ、倍賞う。千恵子さんで、脇役で渥美清さんなんでです。したっそんなメンバーをやっぱり27歳で見られたっていうのはもわあ、そううです神よ様にお礼ね。を言うしかないです本当ですね。ね。映画ですからね。どっぷりといっても、健さんのやっぱりこう、私生活じゃないけど、垣間見るときってあるでしょ？ありますありまどうす。でした？普段の健さん。いや、やっぱりね、なんかいたずら坊やみたいでね、なんかすごいいいんですよね。喋りますよね、よ喋りく。ますよね。喋るんです、ケンさんは。ね。なんかやっぱりこう、外の人が入ってくると高倉健なんですけど、インナーだけにそなうなるんですよ。と。すごいですよね。そここで話題は、八代亜紀が大好きだという高倉健主演映画の話に、今も心に残るシーンがあるそうです。ある映画で、そのご飯、白いご飯にたくあんだけしかおかずがないシーンがあって、それたくあんかって食べてあれた、だ。ね。ですけど、日本版ゴッドファーザーそね。うです、そうです、そうです。いいんだよ。あのシーンはすごくないですか？れね、泣けちゃうんですもうよ。いい、今日も編集してもいいよ。俺が見かけりゃ編集しろ。あれはね、健さんが一橋の組長になる前の前の修行時代の修行頃、時代ですよ。警察とかそうです同業のヤクザモンに追われて飯場を逃げまくって、で逃げまくった飯場にご飯もらってね、そう田中邦衛がいて、ご飯もらって、でなんか傷ついた犬みたいにじーっとうなってると、田中邦衛がこう茶碗に飯をいっぱい持っ別てに。おこうこ乗せてくれて、食いなって進行ね、たくあんあだダけ。メなもんならないってきちゃった。あの時のたくあんの音。ご飯をうーっとで、カリ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 。映画館中のたくあんの音がね。うあれまね、かったあでれがす。ね、あんなシーンじゃなかったんだって、もっと本当です軽めにか？だね、飯装って邦衛さん見たら涙いっぱい溜めてんだって。うわ、それでもすごかった。もう、本当もう、あのシーン。いいよな。本当にいいですよね、ケンさんおの礼ね。の言葉がね、親分さん、明日生まれてこの方、こんなうまい飯を食ったことがございませんって。もう素晴らうわ、もう歌うのやめた。いいよな。ダメだ、よもうかっ涙出ちゃった。たね。いいよ本ね。当に素晴らしいですよあんね。なセリフを言える人っそていまう。せんだから、もん。本当にそういうこの台本なかったと思うんですよ、ああいうセリフはは。ね、多分。でも、やっぱそういう役に、もう自然となられるんでしょうね、役にね。演技じゃなくてね。もう役に自然とね。それが高倉健さんなんですね。いや。いいんですよね。だから、なんか映画の話しても、健さんの話は深いし、深いし俺なんね。か浅いしね、徹夜っていうから、今度の幸せの黄色いハンカチっていうのはテーマわかるかって、映画のテーマは「お帰りなさい」おだ。かえりなさい。人間はなっていう、家の扉を開けて奥の方から「お帰り」っていう声が、それだけで幸せなんだっていう、そのことを山田洋次は映画にしたいわけさっていう、そっか。ね、人間ってのはそういうもんなんだ、徹夜どうだ、まあそういうこともありますよね。すいません、もう解釈が浅くて。